こんにちは、大阪 FPV です。今日は飛ばしに行く予定だったんですけど、雨が降ってきてて、機体のメンテナンスをどっちみち、しないといけないんで、それをやろうと思います。で、今日は一応ですね、この 6S のリバーブなんですけど、以前からちょっとおかしくって、もうほとんど飛ばすたんびに、なんか調子悪くて、原因がよく分かんないんですけども、多分モーターなのかなということで、事の発端が、モーター、事の発端は墜落したことなんですけど、それでモーターをちょっとワンセット変えたんですけど、それがなんかこう次々と線が焼け切れたり、多分中で焼けて、それがショートして ESC の方に、なんか負担がかかって、その ESC が今度やられるみたいな。で、ちょっとこうネジがね、刺さったりしてんのかなと思って見てみたんですけど、もともと刺さらないように調整してたんで、全然、そこは物理的な干渉はないけれども、モーターがなんか焼けて、なんかちょっと使い方が悪いのかちょっと分かんないんですけども、いずれにしてもですね、ちょっとこうモーターで、ちょっと前の残りのモーターとかにね、焼けたやつを入れ替えていってたんですけども、結局なんかやっぱりおかしくなってて、今となってはね、もう何が原因かさっぱり分かんないんですけど、とりあえず ESC の交換前回やってるんで、と今回はモーターをね、ちょっと手に入れたんで、ちょっと奮発してね、これスタウトかな、なんか要は結構いいやつ、最近ちょっと安いモーターばっかり使ってたんです。ちょっといいやつに、ちょっと入れ替えて、モーターもね、結構バラバラで、気にせず飛ばしてたんですけど、ちょっとこう別にバラバラにしたいわけじゃなかったんで、ちょっと思い切って全部入れ替えしてみようと思います。モーターはね、結構すごい異音とかもするんで、ちょっとこれでね、直らなかったらもう本当に、なんかよくわかんないけど、 ESC また全部交換とか、そのフライトコントローラーも交換してるんでね、いよいよもう交換するとこがなんかよくわかんないみたいなことになります。とりあえずですね、ちょっと僕の作業はもう本当に適当なんで、絶対真似しないでほしいんですけど、一応ね、モーターの交換作業をね、しようと思います。ということで、一応モーター4つ交換終了ですね。で、ちょっと回してみようと思います。電源を、怖い。
回るようですね。向きを、まあ、結構、今、すべてのモーターが反時計回りに回ってるので、ちょっと回転方向の切り替えをしようと思うんですけど、今なんかちょっと本当は設定でできるんですけど、なぜかちょっと僕の MacBook でできなくて、仕様なのかどうかわからないんですけど、モーター線の接続をね、ちょっと変えます。今全部こうなんで、このこいつとこいつを切り替えれば OK ですかね。はい、ということでもう一度テストしてみます。オッケーですね。じゃあこれで、よいしょ。本当はもうちょっとね、動かしたいんですけど、ちょっとバッテリーもこの間の使い残しのやつでやってるんで、あとはちょっと一応 ESC をもうそのままで、一応ね、保護して完成ということにしようと思います。本当は今日テストもしたかったんですけど、ちょっと今だとね、いけそうなんですけど、ちょっと微妙なんですよね、天気がとにかく。と、あれ、まあ、ちょっと短い時間でも飛ばしに行こうとは思うんですけど、今日はと一応ね、プロペラ、ということで一応完成です。と次回ですね、ちょっとテストをして、様子を見ようと思います。最近とにかく機体の不具合が多いんですけど、もうこれしょうがないですよね。なんかあれはこういう自作ドローンの世界だと、まあ、こういうことをしていくしかもうしょうがないなと。ということで今回はもう修理をただしてるだけという全く内容のないものになったんですけれども、まあ、次回ね、この修理の結果をお伝えするということになると思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。